そのトップとかちゃっくりとかっていうのをちょっとこう防ぐ右手の使い方みたいなのをやります。で、あのこの使い方だけで、はい、藤井さんゴルフです今日はアプローチの話しますって言いながら、アプローチの話と最後は違ってくるんですけど、アプローチの話です。で、こうトップリとちゃう、トップとかざっくり、それからまあこの2つがやっぱりアプローチの中で起きるミスの大半だと思うんですけど、他によく考えると何があるのかな、まあ、シャンクあるか、それから、まあ、パッコもあるか、まあまあ、ややこしい話置いといて、で、あのそのトップとかちゃっくりとかっていうのをちょっとこう防ぐ右手の使い方みたいなのをやります。で、まあそういう腕の使い方っていうか、なんとなくどっかで見たような聞いたことがあるようなっていう話かもしれないんですけど、聞くね、まあやりますね。主に右手の使い方になります。で、僕よくこう左手と右手はこういうふうにこういう使い方をしますっていうのを他の動画でも上げてるんですけども、まあ、こういう使い方で手っていうのをこうやってこうやってこうってこう使えてくると、基本的に腕はこうやって使ってるんで、それでまずはクラブのローテーションっていうのを覚えてくださいっていうふうにやってるんですけどもね、アプローチってまさかこうやって使うとコントロール効かないですよね。遠くボール飛んでちゃうんですけど、なのでアプローチは基本的に体の前からクラブを外さないで三角形を振ってくださいみたいなのがまあ主流なんですよ。でもこれでなかなかこううまくいかない人が多くてですね、で一つここをもうちょっとね、円運動だとこのインパクトエリア、インパクト付近はクラブが円で動いているっていう概念をちょっと捨てていただきたい。捨てていただいて、今日やってほしい、まあ練習ドリル、まあドリルかな、練習方法かな、クラブをですね、この右手の使い方と出し方、この使い方だけで、右斜め前についてく練習してほしいんですよ。こうやってどんどんこうやってついていただきたいんです。まずは右手だけでこうどこへ飛んでったとか、まっすぐ飛んだとか飛ばなかったとかっていうのはなし、まず全然置いておいて、単純に振るんじゃなくってこうやってついてもらいたいです。で、ボールの本当に右の側面に向けてこうやってつく練習を、つくっていう動作で打っていただきたいんですけど、そうすると何発かに一発だんだんやってるとこう当たってくるんですよね。何発かに一発出た、でそれがこうコツが分かってくると、だん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 やり方が分かってくると、何発に一発じゃなくって、今こう見ていただくと分かると思うんですけども、こう打ててきましたよね。で、この右手の使い方が分からない人が結構短い距離でのチャックインっていうかトップとかそういうミスをこう実は犯してるんですよね。だからクラブはこう持って円で扱うっていうんじゃなくって、実は本当はこう使ってるんで、ここからちょっとまっすぐ円で振ってるっていう概念を一回捨てていただいて、で左手、本当に左手はもうなんていうか添えてるだけの感覚になります。まあ、右手だけで打ってる時よりも左手を添えた時の方が随分こう優しく打てるんですけど、こうじゃなくて何やったらもうこうやってる、こうやってる、で左手はそれの助けてる、それをこうやりやすいように助けてるっていうぐらいの感覚になるんですけど、
よっぽどこうやっちゃうよりは、分かってくるとこっちの方がボールしっかり捕まって、しかも暴れません。でこの打ち方はヘッドをハンドファーストに入れてこう巻き込んで、巻き込むしかこうハンドファーストで推進力をつけてないので、ボールがしっかり当たった割にはまあまあおとなしいです。あの例えばこうやってこの振り子で体の前から外しませんっていう俗に言うアプローチの基本みたいな打ち方は遅れてくるので、少しだけ実はこれハンドファーストに入るんですよ。こううまくいくとこうパチンとこうハンドファーストに入ります。でハンドファーストに入るがためにボールってね、推進力を得て遠くに飛んでっちゃう。で止まらない。でこの遠くうまく打てたのに遠くに飛んでいって、ボールがまあ遠くには置いとくかな、うまく打てたのにボール止まらないんですけどっていうふうにどうしてもなるんですよね。でそこからどん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 ボールを優しく止めたいからインパクトが緩んでくるっていう流れで、アプローチのいい打ち方みたいなのを見失っちゃう方ってすごくいて、でそれは延々ですね、ここのインパクトが円運動だっていう概念が外れないと優しいボールっていうのは打てないです。しっかりこういう使い方をマスターしてみてください。でこれもあのなんて言ったらいいのかな、正しいんですけど、あのこの こういう考え方とかこういう動かし方も知っておいた方がいいのよねぐらいのつもりでまずはやっていただきたいんですよね。あのこれだけがあの本当にね、ゴルフっていうのはこれだけが正解ですっていうものではないので、ないろんなことやってもうまくいかなかった人用にこういうのも用意してありますっていうあの目で見ていただけるといいなと思うんですけど、でもねやっていただくと分かるんですけど、あインパクトって結局そういうことねと。でこっちの方が歯がいいですか、よっぽどこう振っちゃう方が、これ今マットやから滑るんですけど、本当に現場行った時はこうやってハンドファーストに入れてしまう方がちゃっくりは起きます。でこれ今練習してるのをピッチングウェッジなんですけど、ピッチングウェッジでもアプローチでもサンドウェッジでもいいです。やってみてください。クラブをこっちからつくようなイメージで少しこう少しのこうローテーション、これ本当に練習してるとコツが分かってきます。どん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 これを右手1本で練習していただくと、こっちの方がヘッドがこう走ってるんで、ハンドファーストに入れてこう入れようとするから、ハンドファーストに入れてこう入れようとするからリーディングエッジが突っかかって着量が起きるんですよ。だからここから本当にちょっと真面目な話ですけど、半分冗談みたいなあの滑り出し冗談みたいな感じであの話し出しましたけど、実は結構真面目で、これを覚えるとリーディングエッジが芝生に突っかかるっていうインパクトからあの逃れることができますっていう流れというか締め。やってみる。これフェース面をどこ使うとか意識してる。どこ使う？フェース面どれぐらい使うとかさ。うん。ついた場合はさ。うん。一緒？ここから抜けていく感じのイメージは。うん、ついた場合はさ、うん、先っぽからこっちはヒールに来るよね。こっちから来い。こうは来ないよね。そうやね。こう行くよね、イメージ。ついてくる、うん。こっちを行さんですか。そういうイメージになるよね。うん、右手だけで今やってるとね。そうね。そう。実際はそうでもない。実際そうや。実際そうだ。そうよ。だから、まあ、そう話しすぎると、こうやって言うたらリリース。うん、どうそう。だから、このつもりで、ポンとこうやって入れる。そんなに開かんでもいいよ。わざわざ難しくせんでもいいよ。あ、そう。うん。そうそうそう。右だけまっすぐ置いといていい。そう、わざわざ難しくせんでみる。まっすぐ置いといて、うん、こう、うん、これダフってもうダフらない。なんちゅうのか、うん、ちゃっくりいかんよ。ちゃっくりいかんよ、これはな。うん、ちゃっくりって極端なこと言ったらアウトサイドインやからちゃっくるんやね。そうなん。そうよ、アウトサイドインやもん。歯刺さってくるよ。
ああそうか、うん、はあはあ、そハンドファーストでアウトサイドインでって言ったらもうそんなもん歯刺さる要素しかあれへん。そうか、うん、結構大胆にやったっていいな。ええよ。そう、柔らかく打てば、ひょっとしたら、柔らかくなんか、だから柔らかく打たなければいけないっていうのがあるわけじゃん、ボール止めようと思ったら、殺そうと思ったら、そうだから緩むんじゃん。これって柔らかく打たなくても死ぬからね。ほら、分かる、分かる、うん、じゃあ、そうやな、うん、インパクトバーンって入れてったかて、その入れ方やったらボール死ぬからね。死ぬ、そう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 、うん、それで全然それでいい、それでいいよ。へえ、ナイス、はいはい、はい、本当にこれ、なんて言ったらいいのかな、これのちゃんと、まあ、まさか一応ここからはちゃんとしたやつです。こうやってついてるんですけど、これどん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 実はこうボールに対してこうやって入れてるんですよね。でこれ何やってるかというと、まあ本当にこれだけでは実は打てないんですよ。こうやってこう打てるわけがない、打てるわけがない、うん、でこうやってこうやってんのよ、こうやってこうやってんのよ、うん、こう入って極端だったらこう入ってこう入ってんのよ。でアプローチの下手な人っていうのはこう入ってこう抜くのよ。わかる、歯から入れてソールで抜いていこうとするのよ。これはアプローチはあんまり上手くないんだよ、うん、でもアプローチっていうかゴルフの上手な人っていうのは全部バンカーが上手な人はバンス使いって話するじゃん。バンスから入れて、バンスから入れてソールで抜いていくのがバンカーショットやねん。でソールから入れて歯で抜いていくのが普通のショットやねん、うん、だからそれをハンドファーストで、みんなそういうこと、ハンドファーストでこのギリギリのところをね、この歯でギリギリのところ、ましてはこうハンドファーストでこうしっかりこうハンドファースト作って三角形を振りなさい言うと、もうこのイメージとしてこの歯しかなくなるわけ、うんうん、でも大事なのは全部そういうけど、歯は最終的に抜いていくとこ、歯は入れてくるとこじゃない。ソールで入れて歯で抜くの、バンカーやったらバンスで入れてソールで抜くの、で何やったらボール右に置いたときは歯で入れてフェースで抜くの。そうや、まだ分かった、まだやってみてください。今こいつまた難しいわけのわからんことです。結局最後言い出し言いよったっていうことかもしれないですけど、そういうことなんです。それぐらいこの右手の使い方のドリルっていうこの練習は大事です。これできてくるだけで本当に何やったらバンカーショット急に打てるようになるみたいな人もいたんですよ。ということで本日はこの辺で終わります。ありがとうございました。